皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した、2024年の気象に関する予言の4回目をご紹介します。2024年の気象予言。それが起こった時に注認してみましょう。スピリットは私に3つ別々に見せていますが、この3連続の地震、または3つ同時に起こって4つ目が後に続くかもしれません。太陽に注目してください。太陽フレアが3箇所噴出していてまるで火山噴火のように見えます。それから4つ目の噴出が見えます。スピリットによれば巨大地震がほんの短い前触れで突然発生すると言っています。それは何百マイル先でも感じられるということです。これはどこか私にはわかりません。マグニチュード8くらいの強さかもしれません。私は地震についてあまり知識がないのですが、それはどれくらい深いところで起こるかに関わってくるでしょう。これは浅いところで発生するのかもしれません。遠くからでも感じられるということは大きい地震なのでしょうか。私はただのスピリットマンで地震専門家ではありません。また多くの島々、例えばソロモン諸島、後でマップスクライングで見ていきますが、その下にある地殻プレートが変動します。つまり現存の小さい島々が沈み、新しい島が出没したり現存の島が大きくなったりします。もちろんこの動きは大きな津波を生み出します。覚えていてください。予言のいくつかは他と比べてすぐに実現します。私が確信していることの一つはここ10年の間に至るところで地殻変動が起こるでしょう。そしてこれは地図を書き換えなくてはならない規模で起こるところもあります。そしてスピリットが私に見せているのはそれが GPS に影響を与えるということです。GPS システムが何週間も、または何ヶ月も作動しなくなるでしょう。GPS の問題はサテライトに関係してきます。太陽フレアによるダメージを受けるからです。これは本当に私が予想しているだけですが、GPS がダウンしているのを見せられた時これは太陽フレアに違いないと思いました。また異なる見せられたビジョンで、サテライトがどこかの空から撃ち落とされているのがありました。それはまた別の予言に関わっています。またあるビジョンでかなり大きな竜巻を見ました。そこで見た光景は高層ビルがあってそれが複数あるとは言えないのですが、別の高層ビルらしきところから私はそれを眺めているのです。この竜巻はあたかも都市の縁に沿って動いているように見えました。小さな町にある高層ビルです。このビルを別の高層ビルから眺めている私は、破片や色々なものが舞い上がって巻き込まれていくのを見ました。これはあたかもビルの窓を吸い込んでいくようでまるで映画を見ている気分になりました。トラックが空に向かって吸い上げられてそれがビルの半分くらいのところで止まるのを見ました。それはビルに押し付けられて後方部がビルからはみ出ている光景です。それはかなり荒々しいビジョンでした。それはテキサスで起こるのかもしれません。ダラスです。はっきりとはわかりませんがダラスの街の出てすぐのところかもしれません。もう一つ脳裏に浮かんだのはテネシー州のチャタヌーガです。一度行ったことがありますがあまりに昔なのでよく覚えていません。高層ビルはその時見た覚えはありませんがニューヨークの高層ビル群の風景とは全く異なるはずです。でもチャタヌーガがこの竜巻に関係している必要性はありません。このビジョンを見た直後にチャタヌーガが頭に浮かんできただけで、もちろん関係している可能性もありますが私がビジョンで見たのとは異なる竜巻が関係するのかもしれません。チャタヌーガは山間にある町だと思っていたので普通に考えると竜巻の発生は考えられないのですが、スピリットは竜巻が起こらないようなところに発生すると言っていました。でももし竜巻でないのなら地震か何か異常気象で引き起こされる被害が起こると考えられます。
ただチャタヌーガに住むからといって心配しすぎないでほしいのですが、その可能性を踏まえて災害の準備をしてください。では熱帯暴風雨、ハリケーンシーズンに話題を移しましょう。今度のシーズンのハリケーンは熱帯低気圧がどうして多いのでしょうか。一つ確実なことは太平洋、大西洋側どちらに起こるかはわからないのですが、ハリケーンの名前リストがそこをついてしまうことです。そうなった場合どうやって名前を選ぶのか忘れましたが、リストにある名前は全部使ってしまうのではないかと見ています。とりあえずリストを見てみましょう。これは皆さんも私と一緒にしていただきたいと思っています。では深呼吸をしてリラックスし深く気持ちを落ち着かせてください。そして自分の奥底にある直感を司るところに触れてください。それは私たちの誰もが持っているものです。ではここで名前のリストをお見せしましょう。まずは東海岸のハリケーンのリストからいきます。このリストの中からどの名前があなたの心に飛び込んでくるか後で私に教えてください。まずは東海岸からスタートしてそれから太平洋側のリストをお見せします。このリストを見てまず私の頭に飛び込んできたのはジョイスという名前です。ジョイスとそしてバレリーが勢いよく飛び込んできました。それだけではありません。じっとそのリストを眺めているとゴードンが入ってきました。皆さんはどうですか？ゴードンという名前は重い響きが感じられますね。ジョイスとカークは続けて発生するかもしれません。そうです。同じ時期に発生するような気がします。それからミルトンが飛び込んできました。まずジョイス、次にバレリー、それからミルトン、ゴードンと私の頭に飛び込んできました。それからラファエルです。ラファエルは大天使の名前であり、儀式をするときに東の方向を司る存在です。エレメンタルスピリットの空気を表します。こういったことを踏まえるとラファエルが現れるときは強風による大打撃が出そうです。ラファエルが上陸するか否かはまた別のお話になります。嵐に関して再び警告しますが、11日か29日にこういった嵐が上陸して打撃を受けそうならば避難場所を確保してください。今までにないものすごい嵐になるかもしれません。そういう嵐は11日か29日に来るのです。ハリケーンカトリーナは8月29日に来ました。ハリケーンサンディは10月29日でした。9+2は11です。ですから11日も数比で言うと危ないのです。さて名前が浮かび上がったところで今度は数比術の観点から見ていきましょう。数比では名前を計算する方法があります。それはネットですぐ調べられますのでご自身でやってみてください。あなたの名前も数比で計算して導き出すことができます。こういった数字がハリケーンの名前に大きな影響を与えているわけではありませんが、でも名前そのものに響きが含まれているのはお分かりになると思います。私が言った11日や29日のように年月日を数比で割り出していくのはもっと明確です。ではいくつか例を言うとハリケーンヨランダ。これは実際はハリケーンではなく台風ヨランダで、2013年に発生したカテゴリー5に属する超大型台風でした。これは数比で解くと9になります。2012年10月29日に発生した11のハリケーンサンディはやはり9の響きを持っています。1992年にはハリケーンアンドリューが発生しました。日付は知りませんがアンドリューという名前は11です。2004年のハリケーンチャーリーは9です。2004年のハリケーンジーンまたはジニーだったでしょうか。これは22です。そして2005年のウィルマも22でした。同じく2005年のハリケーンデニスは11です。なぜこれらのハリケーンを列挙したかというと、これらはすべて11か22、または9だからです。過去数十年の大きなハリケーンの数字を調べてみたら4と6もたくさん出てきました。では数比を載せた先ほどのリストをお見せしましょう。
最初に私の頭に浮かび上がったジョイスは22です。22という数字は4に解くこともできます。他の大きなストームにも4の数字がたくさん出てきたとお伝えしましたね。これらの大きなストームは上陸してひどい打撃を与えました。ジョイスの次に続くカークは同じ頃に発生すると去年のビジョンで見ました。あるビジョンはそれが実際に起こるまでに時間がかかります。私は2つのストームが発生してそれが合体して巨大ストームになるビジョンを見ました。これはもしかしたら11と22に関係してくるかもしれません。なぜならばこの2つ、ジョイスとカークには4の響きと合わせて8の響きがあるからです。2024年は8の響きを持った年です。いかがでしょうか。GPS がダウンしたら様々な悪影響が起こりそうですね。そのような災害にも備蓄が活躍しそうです。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。